はいどうも、マサズマシーン YouTube チャンネルのマサです。マサズドラムラボ3回目はですね、前回の、ルーク・ホーランド前編に続き、後編でございます。まだ前回の動画を見ていないという方はぜひそちらもチェックしてみてください。ルーク・ホーランドがですね、自身の YouTube チャンネルで、ドラムカバーとしてアップしている、ポスタルサービスのね、ディストリクト・スリープ・アローン・トゥナイトっていう曲の、一番最後の一番盛り上がってる部分の、ドラムパターンを今回は解説していきます。じゃあもう早速動画で見ていきましょう。はい、それでは見ていきますが、今回もねちょっと著作権の関係で音質をいじってるので、その辺はご理解お願いします。で今回見ていくパターンもですね、四つ打ちの、このパートの手前まではですね、まあ、16部でハイハットを刻んだ、まあ、ディスコビートって言われるようなパターンに非常に近いんですけども、まあ、そんなパターンなんでこう疾走感が非常にあるんですよ。で、まあ、そのまま終わっていってもいいんですけど、まあ、そこをね終わらせなくて、このものすごいフレーズをねじ込んでくるのが、まあ、さすがルーク・ホーランドのドラムカバーっていう感じなんですけども、このパターンがリニアグルーブになっておりますんで、キック、ハット、スネア、あとフロアですねの4点をうまく組み合わせてとても面白いグルーヴを作り上げてます。ただですね、ルーク・ホーランドのプレイスタイルっていうのは、リニアグループとルーディメンツを非常に基礎において作られているので、まあ、分析してみると実は、システマチックで、何を考えてこのグルーヴを作ってるかっていうのがね見て取れるような感じになってます。では実際に動画を見ていきましょう。なるほど。ちょっとね、音質いじってる関係で、低いところの音が聞こえにくいかもしれませんけど、まあ、ヘッドホンとかしていただけると、ちゃんと聞こえると思いますので、もう一回見てみましょうかね。すごいですね。センスいいですね。それでは譜面を見ていきましょう。今回はこの4小節ですね。これを、4回繰り返します。1週、2週、3週目までは全くこれと同じ通り。で、最後の4週目の時にですね、この1、2、3小節目と4小節目だけこんな感じで変わります。ドン。で、これで最後、フェルマータで抜けていくというような感じなんですけども。じゃあ実際にドラムセットで詳しく見ていきましょう。こんな感じですね。すごい忙しいパターンですけどもね、一番最後のまあ盛り上がりには、もってこいなんじゃないかという感じのパターンになっております。じゃあ一つ一つこれも見ていきましょう。でまあ一番最初のね、クラッシュのところ以外は、これ全部リニアパターンです。まあリニアっていうのはね手と足が重ならないで連なっているパターンっていう意味になるんですけども、で、まあ一小節目の難しいところはですね、まあ3拍目の、キックフロアキックルのところなんじゃないでしょうかね。でここの前にゴーストが2発たたって入ってからこのキックフロアキックになるので、まあ、難しさがひとしおって感じなんですけど、でここでね音が、詰まってしまったり重ならないように、しっかりとねリニアになるように意識しながら演奏してください。で、2小節目はですね1拍目以降は1小節目と同じなので、まあ、1小節目のパターンをしっかり覚えちゃえば、2小節目のパターンはそんなに難しくはないんじゃないでしょうか。それではつなげてみましょうか。
はい、で、このパターンがね基本で、この最後のパートは進んでいきます。まあ、今の1周目が終わって2周目もほとんど同じですね。一番最初だけ少し変わってます。で、あとは、2小節目の一番最後のところの手前まではね、1小節目と変わらないので、この1周目で今やったのが2周目ってことなんですけど、まあ、これを3周します。で、4周目でね2個目のパターンが少し変わって、まあ、終わりに向けてって感じになっていくんですけど、でこの最後のパターンをやるにあたって覚えてほしいのがですね、1小節目2小節目の間にですね、右左キック、ライトレフトキックっていうフレーズが入ってます。でこのライトレフトキックっていうのがですね、このフレージングを作る上でとても重要な役割を担っております。っていうパターンですね。まあ、あの1小節目2小節目にかけて以外にもですね、1周目が終わって2周目に入る時も同じようにこのライトレフトキックっていうフレーズが出てきてますので、ルーク・ホーランドっぽいねパターンを作りたいということでしたら、このパターンぜひ覚えておくといいと思います。で1周目2周目のパターンを、まあ、3周してですね、でまた1個目のパターンをやってから一番最後のフレーズに入っていくんですけども、1回目のフレーズの、最後にカッコでねフロアとスネアが書いてあると思うんですけども、まあ、これはその一番最後の4周目の時だけこれをやってくださいっていう表記ですね。でそのまま一番最後の2小節に入っていく感じです。ちょっとやってみましょう。っていう形ですね。まあ、これも譜面に書いてある通りなので、まあ譜面よく見て、練習してみてください。で、この1パターン目と2パターン目をつなげて、まあ、これを4周するんですけども、終わりだけね、今みたいな形でフィルになりますので、つなげて練習してみましょう。じゃあこれもゆっくり、少しゆっくり、普通のテンポっていう形でやってみようと思います。はい、以上でマサズドラムラボ3回目終了です。前編後編でお送りしたルーク・ホーランドシリーズいかがだったでしょうか。もしね、まあ好評だったらまた、ルーク君の動画で、解説やろうと思いますので、ぜひ感想なんか聞かせてください。で、まあ、この動画が面白かった、少しでも役に立ったということだったらチャンネル登録と、いいねお願いします。あとですね、今、実験的にあのメールマガジンの準備段階を進めてましてですね、まだ全然本格的には稼働してないんですけど、一応ここに出してるメールアドレスにですね、今回のルーク・ホーランド解説動画のメルマガ希望みたいな件名でメールくださったらですね、まあ、今回使った譜面と、あともう少し詳しい解説に、まあね、雑談なんか添えてメールしますんで、興味ある方はぜひここまでメールください。それではまた、1週間後にお会いしましょう。さよなら。
I was the one